かし不気味なビルだな。こんなに電線引っ張ってやつら一体何に使ってんだ。俺が知るはずねえだろ。飲みすぎだぜ、ナンバ。たった5000ポッチで命かけろって言われてんだぞ。そう言うなよ、死ぬと決まったわけじゃねえ。でもよ、おかしいと思わねえか。コミジュルってのはあの建物の中に閉じこもったままで、そこの人間は大っぴらには人前に現れねえ。何十年もそうだ。そんな奴らが今更電線を元に戻せて客のいるスナックにわざわざ乗り込んでくると思うか。じゃあこのメッセージはただの脅しってことか。俺はそう睨んでるぜ。異人町の人間はコミジュルを恐れてる。それはコミジュルも分かってる。こんなもん投げ入れられたら普通はビビってすぐに言うこと聞くのが普通さ。だから石黒を投げて脅して送電戻すの待ってるんで。戻したかなんて確認もいちいちしねえさ。もし確認しに来てそのままほっといたら。いやお前、もう一個また投げに来るかもな。俺たちはずっと戻さないって決めたんだ。今はそれで済んでもいつか乗り込んでくるかもしれねえな。だからよ一番、もう石黒で住んでる今のうちに、もうこれは脅しだけだっつってまんまとばあさんほっといてずらかろうぜ。聞こえてるよ。たく、地獄耳なばあさんだぜ。ん、どうした。いや、あれ誰もいねえじゃねえか。いや、さっき人影が。ああ、なんてポップコーンかよ。ビビらせやがって。いらっしゃいませ。お客さん、うちは初めてでしたっけ。まあな。あの男、ハローワークにいたやつだ。本当だ、あの野郎。無職のくせに飲み屋なんか来やがって。ん、なっ、うらやめろ。お前コミジュルなのか。おい待て。邪魔すんじゃねえ。なんであんなことしたんだ。雇われたんだ。あの店をめちゃくちゃにすれば大金をくれるってな。お前を雇ったのは韓国のマフィアか。そうだろう。知らねえよ。公園で飲んでたら声をかけられたんだ。店をぶっ壊せば100万くれるってな。邪魔するってなら、てめえらも容赦しねえぞ。やってやるぜ。お前、名前なんだっけ。ハローで呼ばれてたよな。そうだ、松尾だ。だよな。うるせえ。あのな、お前、店を襲っただけで100万なんて簡単にもらえると思ってたのかよ。おもちゃ悪いか。お前を雇ったのはあのビルにいる韓国マフィアだ、間違いねえ。なんでわかる。まあ身に覚えがあるっていうか、襲われる理由があってな。でもあいつらはな、公園で酒飲んでる無職男に100万もくれてやるほど人よしじゃねえ。そうかよ。お前に声かけてきたらどんなやつだった。
顔は見たんだろ。さあな、覚えてねえよ。てめえ、ちゃんと答えろ。やめろ。ナンバー、聞きたきゃあのアマに聞け。アマ、お待て。おい一番、オーナー、やめとけ一番。あそこに入ったやつは生きて帰れねえんだぞ。あいつ笑ってやがった。あの野郎、コミジュルに雇われたんじゃなくて、あいつがコミジュルの。ああ、やつがコミジュルのメンバーかもな。なんだよ、どんどんやべえことになっちまってるじゃねえかよ。あいつアマって言ってたぞ。コミジュルに女がいいのか。そんなの知らねえよ。今そんなのどうでもいいだろ。一番、見ろ。やべ、逃げろ。どうすんだよ、殺されちまうよ。よし、一か八かだ。おい、コミジュル隊よ。え、何してんだよ。あんたらが雇ったやつだ。あんたらのお仲間かは知らねえけど、もうそっちに帰ったんだ。俺らも返しちゃくんねえか。ここで俺たち殺しても死体の始末ってのも大変だろ。やめとけって。あと、それとよ、スナックの電線の件だ。あれでスナックは廃業寸前なんだぜ。あんたらどっちみちあの店が潰れりゃ電気だって取れねえだろ。もういい加減やめてやれよ。お前の方こそやめてくれ。あんたらも気合の入った組織なんだってな。だったらチンケな東電なんて似合わねえだろ。やめとけよ。もう知らねえ、俺ら死んだな。気が済んだか。ありがとうございます。待った。え？はい。ねえ、なあ、
違うって。へえ、わかった。おう、おう。